はい、こんにちは。トグリです、えー。今日はですね、えー、スレッズがいよいよ API を公開するということで、ちょっと個人的に勝手に興奮しておりますので、ご紹介したいと思います。まあ、API って言われても一般の方がするとようわからんよっていう話になっちゃうと思うんですけど、まあ、個人的にはね、これ結構スレッズの今後の方向性を占う上でめちゃめちゃ重要だと思ってたんですよね。まあ、API、何の略だったのかな。アプリケーションなんとかインターフェース多分そういう感じのやつなんですけど、 アダム・モセリさん。インスタグラムの責任者が、スレッツの責任者も兼務してる感じなんですけど、そのアダム・モセリさんが外部サービスの API を提供しますよっていうのは、これは元ネタはテクノエッジですけれども、発言してます。まあ、このね、あの、その、アダム・モセリさんがやるって言ったよっていうのも、実はスレッツの中の発言が引用されて、の世界中で報道されているっていう、まあ、こういう時代ですよね。もうその 公式発表じゃなくても公式扱いとして報道されちゃうっていう。しかも今回の面白いのは、ク <laughs> ランブラーっていう人が何かの会話の過程で API がないからねみたいな会話をしているところにモセリさんが話しかけてるんですよね。私たち今それ開発してますと。まあこれによって、 でパブリッシャーのコンテンツがめちゃめちゃ増えることになって、クリエイターのコンテンツ、まあ、クリエイターのコンテンツよりもパブリッシャーのコンテンツが増えることをちょっと懸念してるんだけれども、やらなくちゃいけないと思ってるみたいなのを、他のユーザーのコメントに対して返信したら、まあ、それが上げ足を取られたというか、もうその現地を取られた状態で、こうやって日本のメディアも含めて世界中で報道されているって状態ですね。なので、公式発表じゃないんですけど、まあ、やっぱり責任者がここまで言うからに、ね、きっとやるんだろうっていうのが今の、 メディアの報道のスタンスですね。で、まあ一応あのちょっとブロガーの方の記事とかを見ると外部 API が提供されるから、ツイッターのトゲみたいに外部アプリがいろいろ出てくるんじゃないかみたいな記事があったんですけど、それはね、多分ないと思います。まあ、やっぱりメタグループは API は公開しても、インストラク、Facebook、まあアプリ自体は自社で、まあ独占というか占有して、で、 他のところを API で提供するというのは基本だと思うんですよね。Twitter はまあその投稿画面すら API で作れちゃうっていうのがまあ非常に特徴的なアプリですけど、Twitter もやっぱり結局広告収入がメインなんで、外部アプリで使,う使えちゃうと広告 <laughs> 表示できないですからね。まあ、それによって結局あの上場後に外部アプリは全部遮断して公式アプリしか使えないようになっていきましたから、まあ、それを考えると、 スレッズがその外部 API も使えるようなアプリ、まあブルースカイとかそういうそのライバル企業はそういうのを提供してますけど、多分スレッズはそれをやらないこと思うまですね。ただ、API で個人的に一番重要だと思ってるのが自動投稿できる API ですね。結局その、i t t e r の何が便利だったかっていうと、自動で投稿できるところにあるんですよね。で、これが結果的には bot を増やすことにもなってるんで、今、 イーロン・マスクさんは、もうその X から BOT を撲滅すべく、まあ、自動投稿禁止にはしないんだけど、投稿できるだけ有料が必要な状態にし、で、BOT、えー、自体もできるだけブロックするようにしてますけど、まあ、スレッズも当然その API を公開すると、そういう BOT が増えるリスクがあるので、まあ、それを懸念しつつ、いろいろ模索してるんだと思いますけど、モセリさんの発言を見てると、もう一つ、そのスレッズで重視されてるのは、 クリエイターの投稿重視ってことみたいですね。パブリッシャー、要は出版社の投稿よりも <laughs>、クリエイターの投稿が増えるのはあんまり良いと思ってないと。これは2週間前にもオセリさんがスレッズに似たような趣旨の投稿をしていて、まあ、私たちはアンチニュースじゃありませんと。だからそのニュースを完全に否定してるわけじゃないし、まあ、スレッズ上にも今ニュースはあるんだけれども、 まあそういうニュースだけが拡散されるような状態になるのはあんまり好ましいと思ってないみたいなことを投稿してるんですよね。で、これは、メタグループの過去がやっぱり結構大きく影響してると思ってですね。メタグループは過去に、まあ、Facebook が実はその、まあ、特にアメリカのニュースメディアによってめちゃめちゃ重要な流入源になったことがあるんですよね、トラフィックの。まあ、Google の検索よりも、これからはソーシャルメディア、 オプティマイゼーション。検索エンジン、SEO よりも SMO の方が重要だって言われた時期がありまして、それは何かっていうと、結局その検索系のアクセスよりも、Facebook とか Twitter 系のアクセスの方がメディアで多くなった時代があるんですよ。ただ、それがあまりに加速した結果、まあ、トランプ大統領が当選した時の大統領選挙で、まあ、いわゆるフィルターバブルの問題が注目されたんですよね。結局その Facebook が、まあ、エッジランクによってメディアの記事で、その人が まあ好きな記事がより表示されるようなロジックにした結果、まあ、フェイクニュースで嘘なんだけれども、その人が信じたいニュースが、フェイスブック上でめちゃめちゃ増えてしまって、まあ、その結果、フェイスブック広告を組み合わせたトランプ陣営が、フェイクで投票者、ある意味誘導したことによって、トランプが当選してしまったっていう、まあ、それによってフェイスブックが相当批判された歴史があるんですよね。まあ、その結果はどううしたかっていうと もうじゃあメディアへの誘導をやめますとばかりに、個人の投稿の方を重視しますということで、まあ、個人の写真とか動画を重視するロジックに変えて、まあ、いわゆる Facebook のリンク付き投稿が、まあ、ほとんどタイムラインで、ニュースフィードで表示されなくなっちゃったって、今ね、Facebook 投稿する人はわざわざ投稿は写真でして、コメント欄にリンク入れたりみたいなことをしてますけども、あれをしなくちゃいけなくなっちゃったのはそういう経緯があるんですよね。なので 当然もセリシもスレッズがまたそのトラフィックをたくさん生み出すプラットフォームになっちゃうと、そうやってメディアから散々批判されることになるのが見えてるんで、まあそういうこと避けようとしてるんじゃないかなって、まあ当然ね、その個人の投稿の方を重視してるっていうのはあるんですけど、やっぱりこうメディアのトラフィックを重視してしまうと、そういう,こういろんなこと巻き込まれちゃうっていう面がやっぱあるんですよね。今も、まあ X がイスラエルと、あの、 まあ、パレスチナ、まあ、ガザーのその、バトルにおける、こう、フェイクの温床みたいになっちゃってますけど、まあ、そういうものになると、やっぱり、まあ、特にメタグループは上場企業ですから、やっぱそういうのに巻き込まれたくないっていうのは本音としてはあるんじゃないかなっていう。でも、やっぱり API いると思うんでやりますっていうのを、まあ、ちゃんとおっしゃってるとですね。で、やっぱモセリさんのすごい面白いなと思うのは、自分のスレッズでも、 まあ質問に対して公開動画回答とかやってるんですよね。スレッツの作成功の定義をどう考えてますかとか、ハッシュタグはスレッツのといてどれぐらい重要だと思ってますかみたいな対してめちゃめちゃ真摯に回答してます。すごい面白いです。こんな人、メタグループにいたんだっていう。まあ多分有名な人なんだと思うんですけどね。なイギリスのメディアとかは結構記事出たんですけど、日本のメディアであんまりこのモセリさんの名前見たことなかったんですけど、この人多分めちゃめちゃキーマンだと思いますね。当然、 メタグループの一番のキーマンはザッカーバーグなんですけど、ザッカーバーグさんはやっぱりどっちかと,いうとメタバースの方にやっぱり重心が寄ってるんで、どっちかというとって多分スレッズのキーマンはこのアダム・モセリさんなんだと思いますね。で、結構いろんなところで実はモセリさん喋ってました。まあ、僕のアンテナが低かったんで気づいてなかっただけなんですけど、スレッズのリリースの直後とかですよね、8月とかに、 これイギリスの VC 系のメディアだと思うんですけど、アダム・セニッさんどうも、イギリス出身の方みたいですね。だから、なんかイギリスのそんなに影響力なさそうな YouTube 番組に出てて、めちゃめちゃ素直にいろんなこと喋ってます。いかにスレッツのリリースの時に、その、アーティストとかスポーツ選手とかをこうインフルエンサーマーケティング的に巻き込んで、まあ、ノーギャラで、 あの、巻き込んで話題にする最初のブーストをやったかとか、まあ、最初のリリースの時に、やっぱりその、どの時間帯にどういう風に公開するかを、まあ、かなり悩んで、まあ、当初の計画からいろいろ変えて変更することになったんだ、みたいな話とか、結構ね、真摯に、これ20分ぐらいですね、広報なしでもガチで差しで質問を受けて、そのままこれ配信してるっぽいですからね。ネタブループでこれできるのすげえなと思うんですけどね、その、 一気にザッカーバーグさんがスポークスパーソンであんまりその以外の人は喋らないっていうのがメタグループのカルチャーなのかなって思い込んでたんですけど違いましたね。すごいインスタとかスレッツの未来について自分の言葉ではっきり喋ってる方ですね。訪問インタビューの中でもそのスレッツ、まあ、言論プラットフォームを目指してるんだけれども、そのいかに怒りのエネルギーによらないかを気をつけてるみたいな発言をしてて、ちょっとね、個人的にめちゃめちゃ好印象です。<laughs> まあ メタグループはどっちかっていうと、インスタとかフェイスブック見られるように API はあんまり外に開放せずに、あの自分たちの広告収入を最大化する方に寄ってる印象は強いんですけれども、多分このアダム・モセリさんがスレッツに関してはリードしてるから、まあ、アクティビティパブ、まあ、分散型プラットフォームの方にもコミットするっていう判断をしているし、まあ、いわゆるそのスレッツを、まあ、安全な パブリックの空間にするっていうのを、そこら中でよく言及されてるんですけれども、そういうふうにしようとしてるっていうのが、まあ、そこかしこの言及で見えてくるのですごいいいなと思いました。うん、まあ、そのスレッツの今後の成功をどう定義するのかみたいな質問に対しても、まあ、短期的にはその配布的な盛り上がりもあるかもしれないけれども、まあ、長い目で見て、そのパブリック言論空間みたいなものを目指すので、 まあその当然、ツイッターとか X に対して、まだ自分たちはまだまだだから、これからしっかり頑張ります、みたいなことを言ってるんですけど、明らかにね、あの、あ,ある意味最初15人で始まった小規模プロジェクトではあるんですけど、このインスタのトップ開発者がコミットしていて、今50人の開発チームになってるみたいですから、 これはね、ちょっとやっぱ楽しみになってきましたね。個人的には、あの、ザッカーバーグさんが、そのマスクに対して、スレッズが始めたばっかりの時に、このスパイダーマンのメームを投稿して、まあ、お互いをお前は偽物だっていう状態を作ったのがすごい印象的だったんですけど、まあ、今ね、HE、X はもう明確に、その、まあ、イーロン・マスクさんの方針によって、まあ、いわゆる、こう、強者のためのプラットフォームになってますよね。発言、まあ、 強い人、まあ、収入を上げたい人、まあ、いわゆるインフルエンサー向けプラットフォームになっていて、まあ、お金を払えば拡散するし、そのまあ言論の自由のもとに、まあ、ある意味ちょっと激しい発言も全部放置されるプラットフォームになって、まあ、心が強い人、自分の発言を拡散して少々炎上してもいいから、強めの発言をしたい人には、すごいメリットのある面がどんどん増えているプラットフォームになってるんですけど。 まあ、ロングテール側の我々にとってはちょっとやっぱりどんどん空気感が使いにくくなっている面もあると思うんですよねで。そういう意味では実はジャック同士が理想としているような言論空間の方のビジョンに近いのは実は案外メ他社のこのスレッズなんじゃないかっていう感じがちょっとしてきました。まあちょっとわかんないですけどね。あの当然10億見えるまでは広告入れないって言ってるんで、まあ、その間はある意味広告がない ツイッターとして展開していく感じになると思うんで、ある意味、最も使いやすい、グリーンなプラットフォームになっている可能性ありますけど、まあ、それが最終的に収益源になると、やっぱりフェイスブック今の Facebook が問題視されてるみたいな、その、広告は多いわ、怪しい広告が多いわ、みたいになってしまうリスクもあるんですけど、どうなんだろうな、こういうアダム・モセリさんみたいな人がリーダーをしてるっていうのは、ちょっと、いい意味でのサプライズだったなと思ったので、ご紹介です。 日本はね、ツイッターが本当に強いので、いきなりスレッズに重心が移ることないと思いますけど、結構ね、グローバルだとこれはわからんなっていう感じがしていきました。えー、企業担当者の人は、スレッズもちょっと両面にらみで見といた方がいいんじゃないかなと思ったりします。はい、えー、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。おりがとうございます。